はい、どうも、高弘です。今回はですね、iPod Touch の方はですね、脱獄する方法を、教えたいと思います。まず、ここ、ページ開いてますね。で、ここね、今回は、iOS 6.12 の脱獄ですね。で、まず、iOS 6.12を脱獄するので、こうします。でね、あとこのサイトの、URL は貼っておきます、ちゃんと。で、ここね、ここありますね。で、ここのこちらをね、押してダウンロードします。私はですね、 Windows パソコン使ってるんで、こっちを押します。でね、ここ、保存があるんで、保存します。そうすると、ここの欄に、表示されます。でね、はい、そして、まあね、デスクトップに移し出して、このね、ファイルを開きます。でね、これ、ね、これをクリックでね、ここ、はい、はい、これでこれが出ます。で、iPod が脱獄できます。はい、ではですね、早速、iPod Touch の方を脱獄していきたいと思います。まずはですね、確認することがあります。iPod Touch がね、ちゃんとパソコンとね、刺さっているかね、確認してください。次はですね、ここのジャイルブレイクってね、書いてあると思うんですけど、ここがね、押せるようになっていることを確認してください。そして、押せるようになってたら、脱獄できます。まず、このジャイルブレイクをします。はい、ちょっとね、時間かかるんで、気長めにお待ちください。なんかね、今 iPod たちの方になんか出ておってますね。はい、Do not touch your display って書いてますね。iPod たちの方ね、パソコンにも、絶対手を触れないでください。手を触れてしまうと、失敗することがあります。過去に、私がね、2回ぐらい失敗しました。でね、今 iPod Touch の方はね、こんな感じでね、再起動的なものがなっています。Apple マークね。なんか iPod Touch の方の再起動みたいなのが起きました。ね、まだ触らないでください。ステップ1って書いてますね。3分の1、3分の2。3分の3。でね、なんかね、上の英文がね、チカチカしたら、iPod Touch の方で、なんか設定していきます。まだですね、iPod Touch、パソコンには一切触れないでください。
はい、今ですね、点滅していますね。iPod Touch の方ね、開きます。ここですね。で、ここにね、ジャイルブレイクの、ここのアイコンがあると思うんで、これを押します。でね、押すとね、またなんか始まります。順調になんか言ってます。データを送ってます。はい、もう少しでね、ジャイルブレイクの方が完了していくんじゃないかと思いますね。はい。で、これです。で、今 iPod たちは、こんな感じでループしてますね。ループしてます。リンゴマーク。リンゴマークつきました。はい、これでね、なんか今、作業中です。はい、また再起動です。かかりました。まあですね、結構長いですね。お、やっときました。ね、多分これ開いたらシリアの方が入ってると思います。はい、入ってました、ここで。はい、シリアちゃんと入ってます。で、このね、シリアね、をね、まあ、次開きます。そしてね、今のなんかね、ループ始まってます。ロードが始まってます。これはね、ちょっと時間がかかりますね。iPod とかね、に入っている、アプリの数とかでね、結構時間が長かったり短かったりします。まだですね、結構長いです。すみません。容量が足りないそうなので、いくつか iPod のアプリを消します。ストレッチがありませんです。はい、ですね、シリアっていうものがね、ちゃんと入ったんで、次はね、シリアの設定していきたいと思います。まずここね、押します。で、この3つあるんですけど、おすすめがね、こちらですね。で、このね、なんか、これ多分、作成した人って書いてるかな。こっち側ですね。を押して、ここね、ドンを押します。そうすると、
完了です。はい、では以上、iPod Touch をね、脱獄する方法を、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。